死ぬな。何？4人で止めた。逆回転の旋風でラストリゾートの勢いを殺したんですね。まだまだ。うわ、俺は諦めない。この無駄なやり取りいつまで繰り返す。分かった。人にはどうにもならない限界がある。サッカーは一人でやるものじゃない。チームの連携は個人技を補う。ダメか。なんだよこれ。敵が強いのは何も今回だけじゃない。めげずに行こう。いや、そうじゃない。驚いているのはこちらの方の動きさ。お？そうだね。このチームはさっき結成されたばかりのチームなのに、ずっと前から深くつながり合っているように感じる。今回選ばれたメンバーは中心選手としてマークされていた。お互いの能力は分析済みだからね。それにしてもここまでとはね。ここにいる全員がサッカーをしているから、そこに信頼が生まれる。これがサッカーなんだね。サッカーはかけがえのない親友に出会わせてくれた。君の親友はもう俺だけじゃない。光る。食い下がっていくぞ。はい。敵チームの動きは感情によるプレーのブレがない。セオリー通りの動きをする。だがそれは弱点とも言える。僕なら感情によるブレがない相手より、むしろ感情に大きく左右される相手の方が怖いけど、彼のようなね。彼は誰よりも強い思いを持っている。それは人の心を動かし全てを変える力なんだ。アストか。レクイエ。冷静になり動きを追えば次にどう動くかが予測できる。なるほど。どれだけ高い能力を持っていても動きが予測できるなら攻略できるかも。敵はどうやらアルテミスの矢に気づいたようだ。はあ、そこだ。何？うっとうしい。皇帝ペンギン2号フィーチャリングシャーク。シールド。バカな。私は確実に勝利を収めなきゃ。でなければ私の存在に価値はない。勝利できなければお前の存在に価値はない。どうした？さっきの威勢は。少し持ち直したくらいで勝てるとでも思っているのか。なわけねえだろ。俺たちの目を見てみろ。この試合が始まった瞬間からこっちとら負けるつもりなんて一切ねえ。負けるなんて思ってるやつは一人もいやしねえ。そもそも大概の試合はピンチから始まる、そういうもんだろうがよ。よいか。早い。すごい。みんな抑えろ。カバーして。止めろ。ブラックフィールド。来る。どけ。威力を殺しもせずキーパー一人で止めようというのか。無駄だ。何？
ダイヤモンドハンドでも止められなかったんだぞ。エンド、どういうつもりだ。なぜだ。ゴッドハンドは分析済みだ。ブラックフィールドを止められるはずがない。悪い。実はこれはただのゴッドハンドじゃないんだ。あえて名前をつけるなら友情のゴッドハンドだな。とっさに名前思いつかなくてな。しかしまさか遠藤君がイレブンバンドで指示を出してくるとはね。野坂にメッセージの送り方を教えてもらってな。勝利できなければお前の存在に価値はない。価値はない。落ち着けユリカ。まだ3点のリードだ。遠藤君のプレイで完全に空気が変わりましたね。反撃できるでしょうか。できるよ。総攻撃開始。なんだこれは。時には激しく、時には緩やかに。なんという連携だ。こっちも負けてられないよ。ベルセウスロール、ブラックシールド。我々が手を入れられるだと。実に不自然な展開だな。くそ、どういうことだ。敵のペースに乗せられるな。私は絶対に勝つ。それが私の存在する理由だから。オリオンクロスファイター。速い。スーパーメガトンヘッド。このまま行くぞ。あっ、イナズマブレイク、コードクレイト。なんと世界代表が続けて得点。勝負の行方がわからなくなってきた。ソードオブナルタリア。ついに同点です。オリオン側の一方的な試合になるかと思いきや、とんでもない熱い試合に変貌しました。俺、そのサッカー違うと思う。私はお前たちのように遊びでやっているわけではない。勝つことが私の存在意義なのだ。でも君は何か苦しそうだよ。戦っているんだ。苦しいに決まってる。それは違うよ。戦いは勝つ日だってあるし、負ける日だってある。負けたら悔しがればいいじゃないか。明日の勝利を目指してまたやり直せばいいじゃないか。バカな。負けたら終わりなんだよ。負けたら存在意義がなくなる。自分がこの世界にいる意味がなくなるんだ。なくならない。勝っても負けても君はそこにいる。俺の胸をクーッと熱くさせてくれる君はそこにいるんだ。勝っても負けても君はそこにいる。私はここにいる。なんだろう、この胸の高鳴りは。熱さが伝導する。お前たちの中でも点火したはずだ。アストから生まれた心の炎が。なくならない。勝っても負けても君はそこにいる。俺の胸をクーッと熱くさせてくれる君はそこにいるんだ。私はここにいる。
インターポールによりあなたが不正に入手したデータの押収が完了しました。この会場の制御もこちらの手にある。あなたはもう選手たちや観客に手出しすることはできない。私を止めたことを後悔することになる。世界は過ちを繰り返しているのだ。私は理想郷を見せてやろうとしたんだ。この腐った世界に侵食され身も心も腐りきっていくがいいさ。母さん。まあまあ、まあまあにも見えるはずだ。父さんが信じたものが。父さんが言ったように僕だと世界を信じてみたい。僕には信じたい仲間がたくさんできたんだ。母さん、人は人を信じることができる。イノセントドライブ。俺だってずっと仲間たちを裏切ってやってきた。でもそんな俺をみんなは救ってくれたんだ。だから俺は仲間たちのために何かをしたいって思う。人が人を思うって素晴らしいことなんだ。チェイン2プラネットブレイク。人は過ちを犯すものだ。だけど立ち直ることだってできる。僕のように向き合ってぶつかり合って心をさらけ出し合える仲間がいる限り、きっと正しい道を歩める日が来るさ。チェイン3月光丸ツバメ返し。世界が喧嘩すんだったらすればいいさ。どんな喧嘩したって人は分かり合える日が来るんだからよ。チェイン4ガッガッチーズ。俺たちは国とか人種とかみんな違うけど、サッカーのおかげでつながれてこうやって強くなれたんだ。だからきっと人は一つになれるよ。チェイン5サンライズブレブレ。ブラックシールド。塵になろうと倒さない。選手たちが力を合わせて大きな勝利を勝ち取りました。実に面白い試合でしたね。奴らは一体何なんだ。英雄だよ。揃いも揃ってな。はあ、なぜだ、なぜ我々が勝てない。言っただろ、勝てないんじゃない。今日負けただけだ。負けた者に価値はない。負けたら練習して次の勝ちを狙えばいい。だけど負けたら終わりなんだ。負けたって次に勝てることを信じて歩くことをやめなければ終わりじゃないんだ。天井が。最初の爆発で支柱が傷ついた。どうすんだよ。大変だ。避難は間に合わない。みんな戻って。皆さんのお力をお借りしましょう。遠藤くん。おーい、サッカーの力を使ってみんなを守るんだ。サッカーを使ってみんなを守るだと。おやめ。お前たちも一緒にやるんだ。力を合わせて。よし。さあみんなサッカーやろうぜ。はい。ひけは乗り切ったようだな。ああ、
違う国の選手たちが力を合わせてみんなを守った。これってすごくねえか。サッカーは人の心を一つにできる。一人では越えられない壁を乗り越える大きな力を生む。これがサッカーなんですね。あ、これがサッカーだな。その力がみんなを救った。アスト、今日は負けたけど私たちも勝てる時を目指して進めよう。そしたらまた君に挑戦してもいいかな。ああ、俺だってそう簡単には負けないぞ。待ってくれ、罪は私にも。お黙り。私の言いなりだったあなたが出しゃばる必要はない。まあまあ、あなたならここからオリオンを立て直すなんて造作もないでしょ。あの人の夢を叶えてあげて。ベルナルド・フロイ。母さん、父さんが信じていたものはこれだったんだね。僕には見えたよ、二人が目指したものが。ママ、人が信じ合える日はきっと来るさ。だといいわね。兄さんはこれからどうするの？父さんの志を継いでオリオンを立て直す。兄さん、僕にも協力させてくれないかな？もちろんだ。いい戦いでした。それにしてもまたお会いできて光栄です。私を呼んだのはお前だな。おお、さすが影山さん、気づいていたんですね。魔女からの指示をハッキングしてすり替えたというところか。この世紀の一戦を私と戦える相手はあなたしかいませんから。何しろ私にサッカーを教えてくれたのはあなたなのですからね。FFI の優勝は一体どうなるんだ。さあどうだろうね。 FFI は思わぬ方向に行っちゃったけど、でもそのおかげで得られたものもある。ここにいるみんなと出会えた。サッカーをやっているおかげでたくさんの出会いがあった。一番会いたかった人にも会えた。父ちゃんはサッカーを守ったんだね。いや、一時はサッカーを怪我しもした。しかし日本で戦っていたお前の存在が私を引き戻したんだ。まっすぐに戦うお前の姿が私にオリオンと戦う勇気をくれたのだ。アスト。父ちゃん。なんでさ、なんで会いに来てくれなかったの。実はな、稲国島には何度も帰ったんだ。母さんとお前の姿を見て安心してまた島を去った。お前たちに会わせる感はなかったんだ。サッカーに夢をかけて島を離れた、いや家族を捨てた。そんな私は今何をやっているんだとね。だから戻れなかったんだ。オリオンを正したら堂々と戻るつもりだった。そうすればお前たちに顔向けできると思っていたんだ。すまない。俺はどんな格好悪くても帰ってきてほしかった。だって父ちゃんだろ、俺の父ちゃんだろ。さあ、日本対ロシア、仕切り直しとなった FFI 決勝戦はここモスクワルートベイメインスタジアムで始まろうとしています。母さんも喜んでるさ。父ちゃんはどうするの？もう一度海外へ飛ぶ。
今度こそオリオンは世界を救う組織になれるだろう。ベルナルドと共にサッカーを通じて世界の国々をつなぐ架け橋になろうと思う。そうか、俺はここで応援してるよ。俺はこの稲国島でもっともっとサッカーを広めてやるんだ。そうだな父ちゃん。俺が必要とする限りサッカーはそこにある。この先もずっと俺には明日があるだよな。明日へのバイバイ、泣かないでヴィーナス、旅立ちのハイタッチ、イエーイ。夢の旅立ち、ついない道吐き出し、今日よりグッドな明日に向けシュートさ。感じる君の思い、世界よりきっと遠い。I love you. 赤いリップ引いても愛する、君の心分かってる。どうしてもフェイストフェイス、今すぐ会いたい。突き刺すリアルに逃げ出したりは絶対しない。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。稲妻イレブン今日の格言。負けたって歩くことをやめなければ終わりじゃないんだ。以上